チ内というよりもやはりピッチ外でのプレッシャー、やはりサポーターも全然違いますし、選手同士っていうのはピッチ内でね、プレーで実力を示し合うっていうのもそれが基本なんですけど、それ以外にもね、私生活でのやり取りっていうのがすごいそのピッチ内に影響してきてて、まあ、そこは文化の差であったり言葉の違いっていうのは日々強く感じながら、そこでしっかりと自分の価値っていうのを周りに示すことができないと、仮に実力があっても試合に出れない。そこが日本と海外の大きな差かなと。結局ピッチ内でやってることは日本のサッカーも海外のサッカーもサッカーの種類は違えど、サッカーはサッカーですから、結局は上手い選手がねなんか評価される。でもその評価につながるまでの過程っていうのはピッチ外であるっていうことは、日本と日本では考える必要のないことですけど、海外ではそういうのが当たり前に必要になってくる。サッカー選手はね、日々の練習でそういう細かい当たり前のプレーっていうのを繰り返し繰り返し練習してますし、そこはもうチームの練習の中にね、全てが入ってますので、その練習をどれだけ意識高く持って取り組めるか、まあ、そこはもうそれぞれの選手によって全然個々の意識の差っていうのはねあると思うんで、僕自身はそういうところもこだわって、トラップから入り、5メートルのパスから入り、そういうところにこだわってプレーします。まあ、相手のスピード、あと味方の利き足を考えながら、ごくごく当たり前のことですけど、そういうことを意識しながら、どの子にパスを出してあげられれば次の味方の選手がプレーしやすいか、自分なりに答えを見つけながらいつもプレーしてます。まあ、サッカーっていうのは常に相手がいる状況でプレーをしなければいけないので、同じシチュエーションっていうのは二度ないと思うんですね。その中でどこで受けたら相手にとって一番嫌なのか、どこに自分は顔を出すべきなのかっていう、すごいシンプルですけど、それだけをその一瞬一瞬で判断しながら味方からのパスを受けようとはしてますよね。前めのポジションをやってる時っていうのはやっぱり激しいプレスっていうのは常に受ける状況下でボールをもらうケースが多いですよね。逆に引いてもらう時っていうのはね、やはりスペースがある中でプレーできる状況ですから、かなりそこは時間とスペースっていうのは与えられる状況なんで、割とフリーでプレーできますよね。だからそこは中盤のどこのポジションでプレーするかによって、相手からのプレッシャーっていうのは変わってきます。フリーキックも駆け引きがあって、その時のゴールキーパーとの駆け引きなんですけど、まあ、どこに蹴られたら嫌かなと、あと壁の状況もありますし、まあ、基本的にはね、やっぱり普段からしっかりと練習してないと思ったところには蹴れないので、まあ、それが大前提なんですけど、やはりいいところに蹴ったところでキーパーに思われてたら止められることも多いので、いかにその相手の逆をつけるか、時には蹴るギリギリまで蹴る方向を決めない時もありますし、ギリギリになって蹴る方向を変えたり、何をされたら嫌かなということを考えながらキープしたり、パスを出したりシュート打ったりしてるつもりなので、その時にベストなそのチョイスができるかどうかっていうのが、まあその僕自身のスタイルというか、常にまあその瞬間瞬間ね、常に全体が動いてるわけで、さっきも言ったようにその瞬間はもう二度とやってこないんで、その一瞬でどれだけベストなチョイスができるか、基本的に僕自身そういう風な細かい動きで相手に対してそのフェイントをかける方ではないので、割と合理的な効果的なプレーを狙うように心がけています。
Let's play FIFA。